さあ今回ですね、月下美人の、EX のロッドですね、もうハイエンドモデルがリリースされます。で今回の、からまたあのロッドにですね、あの名前、まあ、サブネームみたいなものが、復活するようになって、この66の LS がリンっていうサブネームがついてます。でちなみにこのロッドはですね、自分が監修させてもらったロッドで、まあいわゆるジグタンロッドですね。まあ基本的にはアジング用なんですけど、この EX、 今回の EX っていうのはそのアジング用メバル用って分けてなくて、どのその釣り方で、にはこのロッドがいいみたいな、その釣り方によってそのなんだろうな、そのモデルが使い分けるような感じになってます。でこれはやっぱりあのジグタン、モデルっていうところですね。で66のレングスなのでジグタンロッドにしてはやや長めなんです。長めなんですけど、コンパイル X の、まあ、ナノプラスっていうブランクスで、まあ、当然ながら AGS ガイドに、カーボンのこれガイドを巻く、これが CWS っていう、まあうん、ここなんですけど、うん、っていうところで、すごい軽いです。で、まあ、ジョイントも、V ジョイントなのでカーブもすごくしなやかというか、その、まあ、なんていうかな、その段差のない綺麗なカーブをするので、竿の持ってるトルクだったりとかっていうのをもう綺麗に使うことができるって感じですね。であと今回この継ぎがですね、インロー継ぎになってます。インロー継ぎなので要はこのバット側とこのティップ側のこの太さが同じなんですよね。なのでこういうのもあのすごくシャープな、まあ、使い心地になってますね。とちなみになんですけど、この AGS ガイドのメリット、まあやっぱり硬いんですよこれ。で硬いのでその当たりを、そのままダイレクトに竿、まあ、手元に伝えてくれる。これがその、金属フレームとかだと意外とこのビニョビニョ結構柔らかいので、そうすると当たりが結構ここで殺されちゃうんですよね。なんですけどその AGS は硬いからしっかりその手元に、まあ、響くような本当に当たりで、伝えてくれるっていうところですね。で AGS の大きなメリットですよね、は軽いんですよ。で軽いのでこのガイドの口径、この穴ですよね、これが大きくできる、まあ、要は大きなガイドを使えるってことなんですよ。ということはガイド径が大きいとラインの抵抗も少なくなるから軽いリグが飛ぶんですよ。これも AGS のやっぱり大きな、まあ、魅力ですよね。で、まあ、この66のレングスがあるので、まあ、そのルアーのキャスティングもしやすいし、まあ、当然ながら感度はビンビンだしっていうところなので、もうはっきり言ってもう本当最高のロッドです。うん、自分はやっぱりメインがアジングなので、まあアジングで使うとか多いんですけど、やっぱ最高のアジングロッドだと思ってます。でというのもやっぱりその感度を求めるだけだとやっぱりどうしてもキンキンのそのパッツンパッツンの竿になると思うんですね普通は。なんですけどこの66の場合はですね、そこまでパッツンパッツンではないんですよ。こういうふうにやや、まあ、その本当にパンパンの竿じゃなくて、こうやってちゃんとに曲がってくれるんですよ。で曲がるんだけどもちろんその感度があるのでキャストもしやすいし、バレも少ないし、っていうその本当の意味での釣れる竿になってると思います。まあ、この竿ってすごい軽くなったんですけど、このリールシートもその軽さ、まあ、軽くしてくれた大きな要因で、このゼロシートっていう、もうこのライトゲーム、専用でその設計されたリールシートになってるし、あとはですねこのリールを止める止め方ですよね、これがアップロックになってるんですよ。こういう風に上に巻き上げて止めるタイプになったので、重心がやっぱり下がるんですよね。これどうしてもやっぱりここの部分が重くなるので、で、その重い部分が下に行くっていうことは持ち重り感が少なくなる。でさらに、まあ、持った時にこういうふうに、ブランクスタッチもできるので、うん、そういう面でもやっぱりこのアップロックはいいと思いますね。これが、まあ、EX、66LS の、リンですね。ジグタンロッドでもう一つこの 5.5 フィート10インチのレイっていう、モデルがあります。
ULS ですね、豪邸の ULS、これはまあ一言で言ってしまえばもうジグタンのどちらかというとその至近距離の至近距離戦で使うようなロッドですね。なのでまあ一般的に考えたらアジングで、まあ、アジングのジグタンならこっちの方がまあマッチするかなっていうところにもなるかもですね。はい、なのでまあさっきの自分は66とこの豪邸は当然使い分けてるんですけど、使い分けとしてはちなみにこれエステルを巻いてるんですけど、よくエステルで近距離戦で例えばその堤防であったりとか常夜灯の周辺とかであるときはこっちで、あとはさっきの66の方は P ラインを巻いてるんですけどやや遠投したりとかちょっと深いようなところ、そういうのをさ、まあ66のレングスを生かしたその遠投をして広く探ったりっていうので使い分けたりもしてます。でこちらも同じようにまあ同じシリーズなのでさっきの66と同じそのまあテクノロジーが全部詰まっているっていうところですね。さっきの66と比べてこの 5.UL ウルトラライトなのでややこのマイルドな感じなんですけど、なんですがこちらもやっぱりもう感度はもうキンキンなのでもう使ってて本当にこっちも気持ちいいサウなんですよ。そうだな、アンダー1グラムのまあこのジグタンを意のままに操って、で本当に抜けるようなその微妙なあたり、そのテンション抜けのあたりとか、あとまあ豆味がついばむようなあたりとかもちゃんとにそのキャッチしてくれる、拾ってきてその手元に伝えてくれるっていう竿ですね。自分だったらその漁港内とかだとやっぱこっちのモデルを使うことが多いかもですね、うん。まあ、これが月下美人 EX の5.5 フィート11の ULS0 ですね。